宇宙探検の面白い事実。人工衛星が飛び、ロケットが打ち上げられ、宇宙ステーションの滞在期間が伸びて、宇宙時代の到来です。宇宙探検についても面白い事実があります。宇宙探検は人類にとって最も壮大な冒険の一つです。ここでは宇宙探検に関するいくつかの面白い事実を紹介します。宇宙船の宇宙飛行士は地球が恋しくなっても宇宙で泣けません。宇宙空間では重力がほとんどないため、涙は頬を伝って流れ落ちません。代わりに涙は目の周りに小さな球体を作ってとどまります。人類が月面に着陸して以来、ゴルフ好きは月でゴルフもしてみたいだろう。もしできたら月面ではゴルフがしやすいので、ハンディをもらわなくてもいいかもしれない。月面の重力が地球の6分の1しかないため、ゴルフボールを非常に遠くまで飛ばすことができます。ただしボールがどこへ飛んでいくのか予測するのは難しいでしょうが、長く宇宙に滞在すると髪の毛も伸びるでしょう。でも宇宙飛行士は宇宙で髪を切れないことを知っておくべきです。宇宙空間では髪の毛が浮いてしまうため、通常の方法で髪を切ることはできません。そのため宇宙飛行士は電気バリカンを使って髪を切ります。太陽信仰を持っている宇宙飛行士はラッキーです。宇宙では1日に16回日の出と日の入りを見ることができます。国際宇宙ステーションは地球を90分で周回するため、宇宙飛行士は1日に16回日の出と日の入りを見ることができます。ちなみに宇宙で最も遠い人工物はボイジャー1号です。ボイジャー1号は1977年に打ち上げられ、現在太陽系外縁天体領域にあります。地球から約230億キロメートル離れており、最も遠い人工物となっています。ダイエットに苦しんでいた宇宙飛行士には朗報です。宇宙で体重が減ります。宇宙空間では重力がほとんどないため、宇宙飛行士は体重が減ります。平均して宇宙飛行士は宇宙滞在中に約 10% の体重を失います。ただ心配なのは、宇宙飛行士は宇宙で骨密度が低下します。宇宙空間では重力がほとんどないため、骨密度が低下します。そのため宇宙飛行士は骨密度を維持するために定期的に運動する必要があります。それと宇宙飛行士は宇宙で睡眠障害になることがあります。宇宙空間では昼夜のサイクルが地球とは異なるため、宇宙飛行士は睡眠障害になることがあります。宇宙飛行士になるとメリットとデメリットが地球とでは逆になることがあります。そのためには対策が必要です。酒に強い人も船酔いしない人でも、宇宙飛行士になると宇宙では宇宙酔いになることがあります。宇宙空間では重力環境が地球とは大きく異なるため、宇宙飛行士は宇宙酔いになることがあります。乗り物酔いに似た状態になり、多くは2日目までに現れ、3日目から5日目には治ります。心配なのは、宇宙飛行士は宇宙で放射線被曝を受けるということです。宇宙空間では地球よりも多くの放射線に被曝します。そのため宇宙飛行士は放射線被曝から身を守るための対策を講じる必要があります。宇宙放射線の被曝線量を低減するような素材を宇宙船に使われることが望まれます。これらの事実以外にも、宇宙探検にはまだまだたくさんの面白い事実があります。宇宙探検についてもっと宇宙での実験が必要です。宇宙実験の結果が待てない人は、自分自身が実験台になってください。未来の人類の宇宙探検のためです。